はい、ということでやっていきましょうか。ということで、まあ、前回いろいろあって、レベリングはしてないね、さほど。だけどちょっとスキルがね、だいぶね、嫌だったの、嫌な、なんかちょっと使いづらいとか、クリフトの、なんだっけ、ザキとかザラキがなかなか使えないので、ようこそ。これで、このスキルを振り直すで、神に祈りをスキルを振り直したりしました。神のご加護があらん。それでまあいろいろ技が変わってるかもしれないけど、そこら辺はご了承くださいと。あと武器もそこそこ買ったりしました。お金貯めて。ねえ。知らん。はあ。あ、厚みで。ねえ。これでよくわかるよね。いけるかなこれでも。新しいところだっけ。エルフだっけ。お、来た。来た。準備整ってるから、レッツゴー。行こう。ガオ。よし。どうかな。お、橋。ブリッジ。また夢を言っている夢。あれで。レッツゴー。何が変わったっていうとね。参りましょう。クリフトの技がね、これザキなくして雷鳴月とかをつけたから。ちょっと今変な音入ったけど、プツッと音聞こえたかな。大丈夫かな。ちょっと今あれだね。俺のパソコンのスピーカーが、ね、パソコンの画面でやってるんですけど、痛いな。パソコンの画面でやってるんですけど、それのパソコンのスピーカーって時々調子悪かったりして、とかちょっと時々変な音が鳴ったりしたんで、ちょっとパソコンのスピーカーの音を切ればいいんだけど、音切るの忘れてたから。おい、普段はスピーカーとかで聞きながらやった。初めてやるのこれ。あれはキメラじゃ。キメラだね。降りてくるまでは手を出せんな。ジャンプギリいけんじゃね。降りてくると今度は炎を吐きます。手を焼きそうな相手ですね。炎を吐くだけでね。うるせえってね。俺ちょっと先にあっち行くからだったら。メタルスライム、おいバカ。メタルスライム、おいメタルスライム、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 ちょバカ。やったぜ、やったぜ、メタルスライム。え、マジでめっちゃ嬉しいんだけど。やった、初めてのメタルスライム、やったぜ。ていうか番人がさ、ついにあの鎧になったんだね。こいつになったんだね、ついに。やばいな、このパーティー普通に楽しいな。よし、いいね。おりゃ痛い。またできたのか。よしよしよし。お、早いな、最後の猛攻。あと一人。お、お、決めろ。あ、はい。なるほど。あと一息ってとこね。メタルスライムのメタルってあんのか。みんな、頑張りましょう。お願い。鉄。ユリイカ。ドリカ。氷結切り。メタルハンターじゃん。あとこれ、ライデイン。やば、強いライデイン。お、会社の時期を連続でお見舞いする。よし、ちょっとお見舞いしたい。お見舞い、いけ。お、強いね。もう強くね、普通に。あ、使えないのか、もう MP 切れか。テリーの稲妻雷光弾だな。よし、おりゃ、やっぱ効くな。いけ。お、レベル上がった、やったぞ。新しいとこ行くとやっぱりモンスターが強いからさ、もらえる経験量増えるんだよ。よし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 、いいね、やったぜ。スマイルロック、ボディープレスが振り返す。あとこれだっか、ね、これよし。ずいぶん華麗な終わり方したね。よいしょ、いけ、ボディープレス。ダーン、壊れる。なんかかわいそうで壊れるって。いや、メタルスライム、当然の結果だ。やったぞ。俺に負けはない。メタルスライム超嬉しいな。うわぁ。はい。急ごう。行こう。急げ。
さてぞ、またバトシーンか。さてと、よし行こう。もうすぐ行こう。すぐストーリーやってきた侵入者たち。やっていこうぜ。どんなんなんだろう次。あ、扉だね。マジか。いや、このクリフトにお任せを。レッツゴー。いてえよバカ。おれ、さすがに言い訳は吹っ飛ばないんだな。上にヒューン。あ、そりゃそうか。分かったわ。よし、行こう。ダイヤモンドだそう。とりあえずもうどんどん進めて敵を倒していく。行って、なんだ今の。ブラウニー配信出しすぎや。ほらあれ、これはあれないのか。ボンバーは出ないのか。ボンバーは俺レベル上がった。やったぞ。やったくらい。ボディープレスお見舞いしやれ。あ、外した。来たか。俺ブラの扉が今攻撃されてるけど、本当にやばい時以外は行かなくていいと思うから、まあ、ある程度耐えてくれるでしょ。いけ。よし、行った。よし、あとはここら辺のやつを倒して、次もうモーマー倒しに行こう。今度はテリーで行こう。テリーで。あ、メタルサイ、メタルサイ、バカバカ、メタルサイ、メタルサイ、おい、ちょ、お前バカ、お前バカ。あー、ちょっと避けないで、ちょっとバカ。あー、メタルスライ、あー。めっちゃ萎えた。いやー。やっぱテリー強いな。パワーがあるんだよな、テリーは。いやー、マジかよ。マジかよ。でもまあ、一回倒したからいいでしょ、一回倒したからまだ。これは、なるほどね。そういう技か。おれ。今だ。もうあと1回しかないから。MP をもうバンバン使って。で、これの雷光、雷鳴好きってこういうやつ。ちゃんと全員属性がついてるみたいな、元から。行かせるか。よし、行った。ナイス。扉はまあ大丈夫だもん。おりゃ、よし、まだいるか。モガズキかい。よし、いいかな。よし、よっと。メダルハンター、マジェラハンター来てんの。そういやさ。だから雷鳴好き撃てばこいつがひるむと。機械系だからね。おりゃ、おりゃららら、たたたたたた。ライデイン、ライディン強いね。俺、おいし、いいね。いいよ。いいよ。逃げ出さないで、もうだいぶ倒して経験値を。よーし、この辺りの魔物はあらかた片付いたようじゃな。ですね。やったぜ。お、この調子で残る区域も片付けましょう。あの釣り場所を渡って急ぎ村の奥へ。ウィス、あ、ここもう村なんだね。こっちがなんかあるでしょ絶対。あんた、なんでこんな意味深なマップ作ってんのさ。お、小さなメダルです。やったぜ。あとあっちにもあるの。あっちは何もないのよ、見た感じ。まあ急ぎましょう。クリア。イエイ。夜の帳を獲得。清めの水。俺の作戦に隙はない。好きやない。うん。うひゃー。うん、帰ろ。よし。
し、レベルも結構上がったし、ということでまたこの動画で恒例のカットするシーンです。あとはおさん話しかけてないでしょ。これこれ、うん、修練のところだって、すごい、なるほどね。まあいける、まあそのうち行けたら行こう。じゃあちょっと一回、じゃあまたカッティングしますね。カット、はい、ということでやっていきましょう。急ごう急ごう、よし、レッツゴートゥー。この場所もあれだよね、ラナトームじゃテリーと会って、ラナトームだっけ、じゃあここでもなんか合いそうだよね。てかもういかにも俺おまけにフラグ立てたけど、もうこれ回収やん、絶対来るでしょ、ムービー来たら。どうせんぼしてる、ストーンマン、初めて見たストーンマン、オレンジいっぱい、ダイヤモンドダストで結構いけるだろう。ああ、まずい状況よね。イエス、どうするの。さあ作戦は考えてある。まず俺が前方の魔物に向かって切りかかる。その隙に残りのみんなは広場の左右に分かれて武器を構える。そして俺がまた長いやつ、要は魔物をこっちにおびき寄せて挟み撃ちにしちゃおうってことよね。そうだ、それじゃあすぐに育って育ってちっちゃい声で、お、邪魔できるヤンガスじゃん。ジェシカ、こっちは片手で。ジェシカも来たぞ。あ、ジェシカの使う技ってね、こんなとこで何をぶちかます気でゲスか。みんなそれでガス優しいハンガス。これ使う技ではありません。アホかって。 MP をもう全部使って使う技で、これ確かほぼヤンガス受ける。大丈夫でガスか、怪我がなくてよかったでゲス。これですっきりしたわ。って、あら、もしかして私ちょっとやりすぎちゃったのかしら。ちょっとどころじゃないでガス、あとちょっとで巻き込まれてオダブツするとこだった。オダブツ、すいませんでしたっと。これだからおっさんはちょっとのことでガタガタうるさいんだ。おっさんって言うな。おっさんはヤンガスっていう立派な名前がある。助けてくれてありがとう。あなたたちは、信じてもらえないでしょうけど、私たちたった今別の世界から来たところなの。私はゼシカ、こっちのおっさんはヤンガスよ。おっさん、この世界の魔物たちに異変が起こってるんでしょ。その原因を調べてほしいってある人じゃないか、友達に頼まれてるのよ。またしても別世界の、一体どうなっておるんじゃ。しかもアリーナやテリーたちと違ってこっちの事情をすでに知っているようですね。まあそういうわけでちょっと先を急いでるの。それじゃあね。ちょっと待つでガス、勝手に行くんじゃねえでゲスよ。なんだか不思議な人たちね。面白いじゃない、ほらあそこでまた喧嘩してるわ。道が分かれてるからどっちに進むかで揉めてるのよ。人ごとではないぞ、わしらもどっちに進むか決めんとな。あ、そうだ、ヤンガさんもっと山賊なんだっけな。ちょっと、あの二人別々の道に走っていっちゃったわ。俺たちはどちらか一方に合流しよう。戦力の分散は敵の思うツボ。それにもうまた長いやつ。早くどっちかに決めて追いかけましょう。行こう行こう。あ、そうだ、あれだね、服ね、アリスの服をね、なんか勇者3が俺的にはなんかやっぱやだなと思って、ね、元の服に戻しました。え、なんでレベルアップしたっていうことだけ言っときます。この男はね、勇者があってんだけどね、
女の方はね、なんか勇者が合ってなかった感じがしたからね、ちょっと変えました。村のあちこちで魔物が暴れているでガス。とっとと追っ払ってやりましょう。村人の身の安全が第一じゃ。魔物を倒し、頑張ってる。全ての家を守り抜くぞ。レッツゴー。魔物の家を守り抜け。要するにイコールでモンスター倒しまくってる。こいつは HP は高いな。いやいやいや、キメラとかも。俺空中にいるから飛ばなきゃいけない。よし、レベル上がった。いや、めちゃミスする。勝った、これ。よし、さっきはありがとう。ヤンガスのおかげで助かっちゃった。困ってるやつがいたら助けるという、あっしの神器に従っただけでガス。いいやつ。かっこいいな。かわいいな、ホミラはわわーって。早く倒さないと。ゴーレオ、よし、いった。よし、これでさ、クリフトはさ、大ガ好きでさ、これでめっちゃ飛ぶんだよね、これよ。大ガ好き回避したんでさ、これえっ、これどれ、ゴーレオ、あー痛い、ダメだ、弾かれる。どうだ、まだいるか。あ、なんか溜めてる。うお、何あれ。これ溜めて一戦好き。これさ、鎧のさ、鎧がさ効かなくなるんだよね、あのシールドが。斧の破壊力ってすごいのね。私も使ってみようかしら。姫様、そのような野蛮な武器をお使いになるなどもってのほかですよ。となるとアッシュは野蛮な武器を使う野蛮なやつってことになるでゲスな。いや、決してそんなことは。おりゃ。よし、あとどこにいる？奥か。くらえ。おりゃ、こいつら持ち上がんないからな。おりゃ、いて。ジェシカの方は大丈夫でガスかね。逆にちゃんと心配してあげるとか優しい。やっぱり一人じゃ心配でガス。おれ、勝手なことをして心配させるのもほどほどにしてほしいでガスよ。うわー、ゲートできやがった。おれ、よし、いいね。ゲートどこだ。もう一踏ん張りでゲスよ。最後まで気を抜いちゃいけねえでガス。おりゃ、ライデイン、おりゃ、ライデイン強いね、やっぱ。おりゃ、よし、いった。よし、うわ、俺こいつは動き速くて嫌なんだよな。おりゃ、いやマジで本当に動きが速すぎて嫌だ。放ってくれないかな。よし、いった。よし、あとは勝負あったわね。あとはこれか。よし、終わった。あとキメラとあの集落ででかいのがもう一体暴れてるな。ほいや、よし、これまだか。よし、いったな。これでさ、ボディプレスしろ。フライダーン235だって。水星、よし、終わった。よし、いいね。片付いた。これで終わりかな。終わったね。よし、やったぜ。控え室の後ってなんだ、今知った。要は勝てばいいのよ、勝てばね。やっぱりこちらは服装に合ってるでしょ。俺的にはね。よし、どう。なるほどね。よし、いいね。と、一回戻るか。ってことはちょうど区切りがいいから、一回これでパートは終わりかな。うん。8かっけ？ 9 だっけ？ 7だっけ？多分8だと思うよ。
はい、ということで、パート1回終わります。ご視聴ありがとうございました。